皆さん、こんにちは。異常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、女性の企業の選択肢、自宅教室開業をするなら最初に知っておきたい心構え、ということについてお話をしたいと思います。女性がですね、自宅を使って、起業する、教室を開くっていうことになるんですけど、それがサロンっていう名前になったりとか、例えばそれが料理教室とか、フラワー、花の教室とか、いろいろな教室系になるのか、サロン系になるのかっていうのでいろいろあるんですけれども、どちらにしても、自宅を使って、開業をしたいという場合に、開業するハードルはとても低いんですね。ただ、とても低いんだけれども、しっかりお仕事として考えていきたいという場合には、やはり最初に知っておいていただきたいなと思う心構えがありますので、それを今日はお話をしたいと思います。前半の方は、マインドの部分ですね、どういうつもりでそれをやっていきたいと思うのかっていうマインドの部分が前半、後半の部分は実務の部分です。資金とかそういうような実際的にどうなのっていう運営費のことをきちんと考えるっていう、そういった観点から考えてみたいと思いますので、これからそちらを解説したいと思います。まずですね、マインドの部分なんですけれども、こちらの方はですね、スタートが、例えばご自身が例えばお菓子が好きでとか、パンが好きで、お料理が好きで、で教室もたくさん習って、いよいよ自分でもやりたいなっていうことでやるような場合にですね、陥りがちなその観点が違うっていうのが、自分がそれができるからやるという観点なのか、そういったものを習いたいっていう人がきっといるだろうというリサーチの上でやるのかでは、その後の集客の大変さが全然違うんですね。基本的には楽、自分が知ってるしやりたいからやるっていう方が非常に多いんですけれども、それが本当に世の中に求められてるかどうかっていうのは、やはりリサーチっていうのが絶対的に必要になります。大概主婦企業とか、そうですね、パートさんでやってるけれども、それよりも教室の先生として活躍できる方がお金ももらえて自分も楽しいみたいなところからスタートする方は、割とその考え方する方が多いんですけれども、そもそもですね、本当にそれが仕事として成り立ちそうかっていうのは、業界の事情であったりとか、あと近隣の教室環境ですね、そういうものを調べてみたりとか、いろいろリサーチが本来は必要になるんですけれども、私が好きだからって思いだけでやってしまうと、かなりその開業後が、集客に苦労するっていう可能性がありますので、自分の得意を生かすっていうのは全然構わないんですけれども、世の中の市場に照らし合わせて、それは求められているものなのかどうなのかっていうのを、やはり知った状態でやっていく必要があるかなというふうに思うのがまず1点目です。それで、その際にどんなことを考えたらいいのかっていう と、まず1つ目ですね、ご自身のキャリアの棚卸しをされた方がいいと思います。例えばお菓子とか料理教室に関してやるっていうのであれば、当然それを何を習ってきたのか、誰に指示してきたのか、どんなスキルを持ってるのか、これは最低限条件としてとても大切なことではあるんですけれども、それ以外にですね、例えば私の場合だったら会社の経験22年あります。その中で業種4つぐらいやってきてます。でそれは今独立会議をしたとしても全て生きてる内容になるんですけれども、もしかして何か教室のそれと昔のスキルがくっついた状態でうまくやっていけるという可能性がある場合があります。なので、可能性を後で探るためにキャリアの棚卸しですね、履歴書っていうことではないんですけれども、今まで何をやってきたのかっていうことと、それはもしかして何か組み合わせをして見せることによって変わった教室を作れないかとか、そういった観点から考えていただくっていうのがまず1点目ですね。で2点目がですね、ミッションとか使命とかって言われている大きなゴールを設定した上で今があるっていう考え方がやはりあった方がいいと思います。例えば私の場合だと、リブラクリエーションという株式会社を持ってるんですけれども、そちらの方では女性がですね、自立、経済的にも精神的にも自立をして、明るく楽しく輝いた状態でお仕事を
していける、その環境を作るためにノウハウをまあ教えたりとか、いろんなまあ各種事業をやっている、まあ、そのプラットフォームがリブラクリエーションであるっていう位置づけにして私活動しています。ですのでそういう何か大きなものが一つあって教室があるみたいな形だとブレない軸が作れますので、それを考えてみる必要があると思います。そして自分ご自身がその教室を開く前にその事業そのものに関してでも構わないんですけれども、例えばお菓子教室を開く方がお菓子を食べ過ぎて体を壊してとかで、だったら体を壊さなくて罪悪感がなく食べれるお菓子を作るようになりましたとか、何かそういったこうストーリーですね、開業に至るまでのストーリーっていうのを見直す必要がある、まあこれ3つ目なんですけど、見直す必要があって、そのストーリーに合わせて自分の事業を組み立てていくっていうことも一つあったりします。そして4つ目ですね、そのストーリーから導き出される自分の得意なこと、強みとかですね、それを探していく、まあ、これは自分を見つめ直すっていう内観の作業になります、どちらかっていうと。でかつ、その後5つ目ですね、ご自身が呼びたいお客様、ターゲット層っていう言葉で言ったり、ペルソナっていう言葉で言ったりするんですけれども、ターゲット層についてですね、ご自身が教室に呼びたい方、まあ、どんな方を呼びたいのかということで、パン教室だった時にはですね、かなり細かく、ターゲット層とかを想定しました。でこれをこれがぼやけているとウェブサイトを作る時に、例えばホームページとかあとブログでの発信とかもそうなんですけれども、ブレてしまうので、それに合った人を集めるのが難しくなる、難しくなるっていうことは、幅広い層に結局自分は訴えてるつもりなんだけれども、誰一人として心にも止まらないし行こうかなっていう気にならないっていう、そういう文章になってしまうので、ここをしっかり決めるっていうのが大事になってくる部分です。あとですね、最後6つ目なんですけれども、自分のやりたいこととやりたくないことをはっきりさせておくっていうことです。例えばこういう生徒さんとは教室一緒にやりたくないとか、自分自身はこういう教室にはしたくない、こういう仕事はしたくない、まあわがままでも全然構わないんですけど、一通りこう全部書き出すんですね。で、その中で、構築していく自分の見せ方とか、こういう立ち位置っていうものを見せていくっていう、そのブランドといえばブランドなのかもしれない、自分で作っていくセルフブランディングっていうことになるんですけれども、そちらの方を作っていくことができるようになりますので、まず開業の心構えの方の、まあ、メンタル的な部分ですね、準備編ということに関してはこの6つぐらいをまずは考えていただきたい、お菓子が好きだからお菓子教室とか、お花が好きだからお花の教室っていうふうにやってしまうとですね、自分自身の自己満足で集客をすることになるので、非常にこうお客様の目線を見て教室を作っていってるわけではないので、そういう状態で作っちゃった教室の先生が集客にものすごく困っている様子を私は何度も見てきているので、開業時にですね、自分自身を見つめ直すということと、お客様はどういうものを欲しているだろうかっていう市場調査と、あとは自分自身がやりたいことやりたくないこと、ここをしっかり合致させた上で外にどう見せていくかっていうのを決めていくっていうのがまず1点目で必要な部分です。でこれは心持ちの部分の話です。で後半の方ですね、実務上のお話になります。これがまた結構やられてない方が結構多かったりする範疇なんですけどね。まあ、どういうことかっていう と、例えばですね、まあ、開業をするための準備費用っていうのが家のものと重なる場合が非常に多いです。自宅開業の場合には、例えばお皿とかスプーンとかフォークとか、まあ、そういうものが多いんですよ。多いんですけれども、例えば私の場合だとパンだったので、スケール計量器ですね、それっていうのはこう皆さんで生地計量していくので1人1台差し上げたりとかですね、あとこね板、こねる板とか成形する板とか、4人いたら4人分必要になりますし、綿棒とかそういうのも全部4セット4セット、まあ予備も考えて5セットで私は用意したんですけれども、
まあ、そういった小物地味にかかったりとか、あとは家族の食卓っていう形ではないダイニングテーブル、もうちょっと6人入れる長い伸長式ですね、伸び縮みするようなタイプのダイニングテーブルを買い直したりとか、オーブンとかも自宅でしたら普通に電子レンジオーブンで OK でやってたんですけど、まあ、私の家の場合には特に1階なのでガスがやっていくことができるので、ガスオーブンとかを線をちょっと追加をして工事をしてガスを入れたりとかですね、なんやかんやいろいろと準備のための費用ってちょっとずつちょっとずつかかっていったりとかしますね。あとはホームページとかご自身でパッと作れる方はいいですけど、誰かに頼むとかっていうと、その制作代、私は最初は自分で作ることをお勧めしますけどね、それでも苦手すぎてもう全然前に進まないぐらいだったら誰かに頼んだ方がいいんですけれども、まあそのお金ですよね。あとチラシとか巻くんだったらそのチラシ作成代、あとレシピを作っていくっていうことで考えていくと、そのレシピ試作費用とかですね、あとカメラとかも場合によっては必要かもしれないですね。携帯でも割とまあ綺麗に最近のは iPhone とか撮れたりとかもしますけれども、場合によってはカメラを買う方とかもいらっしゃいますね。あとそれを実際に開業して、頑張っていくことが全くわからない場合には、やはり開業セミナーとか何かしら各種セミナーお勉強とか行く時の勉強代とかですね、あとはもう地味に文房具用品とか消耗品、ペーパーとかありますよね、キッチンペーパーとかそういうのでやってったりとか、消毒のシュッシュとかで、ね、言うのとか、何気にいろいろといろいろとかかりましたね。会社員からの私の場合には開業だったんですけど、まあ退職金全部じゃないですけど、やっぱ50、60万くらいは使いましたね最初なんでやっぱそれぐらいはかかっちゃったりする場合がありますのでね、そういう費用もかかるんだよって、まずこれ開業のための準備費用ですね、そんなのもかかったりとかします。あとは運営の部分ですね、いきなり最初からどこかにスペースを借りるっていうことは私おすすめはしていないです。自宅開業っていうことであれば、そこはまあ大丈夫になりますけど、光熱費とかやっぱ安分にしていったりとかっていう経理的な処理っていうのは、開業届を出したりとか税務処理とかっていうのを確定申告とかやっていく場合とかにもその計算はしておく方がいいので、しっかりその内情とあれを把握するっていうのが必要ですよね。私はフルタイムで会社員やってて自宅やったんで、単純にですね、会社で要は昼間いなかったんですよ。だけどやっぱ昼間普通にお仕事をするようになって、しかも会社員と同じ日程を自宅開業でやろうって決めてましたので、22とか24とか稼働を自宅でさせてたんですね。そうすると単純になんですけど、昼いなかったのがいるようになったので、光熱費倍ちょっと過ぎるぐらいな金額になったりとかしていました。なのでそのあたりとかも、かかってくる費用、運営の部分ですね、費用とかあります。あとはずっとそのかかっていく部分で当たり前ですけど、玄関になってくるレッスンの材料費ですね、それがまあ3割以下に収まるのがいいんですけれども、集客を有利にしようということで安い教室を作ってしまう方は原価がものすごく圧迫しちゃうこととかがあって、例えば3000円原価かかってて3500円の教室のレッスンフィーとか、それありえないんですよね。でも、まあ、そういう形でやる方もいらっしゃいます。これは趣味の領域になるんですけれどもね。で、他にもいろいろどこかに行く、何かを学ぶ交通費とか、諸費用が、文房具も地味にかかってきます。コピーする紙代とかインク代とか、普段今まで会社にいた方、違うところでする会社の、まあ、もので使っていた方とかがいきなりそれが出てくるようになってしまうので、そのあたりとかも運営費上で考えていかなくてはいけないので、肌感覚的に例えば30万儲けたいなっていう売上高でですね、儲けたいなと思うと15万ぐらいはなんか使ってるようなイメージで考えた方がいいです。だから手取りが15万欲しければ30万も稼がないといけないし、手取りが20万欲しければ40とか、だいたい教室系はそれぐらいが一つの基準値です。原価がかからないようなお商売の場合ですね、例えばメンタルを扱うような相談系の商売の場合にはもっと
原価がかからないので利益率は高くなるんですけれども、普通のいわゆる材料を使うようなタイプですとそれなりに材料費とかがかかっていくので運営にかかる毎月の費用というのも当然見込んでおかなくてはいけません。あとですね、自宅でやるにしてもですね、これはどう考えるかっていうことと旦那さんとの兼ね合いになると思うんですけれども、ちゃんとお仕事としてやるっていうふうに決めた場合には自宅へ生活費として入れられるような稼ぎを作るっていうことがベースになっていて、でご主人が通常ですねお遊びにしか見えないっていうのは要は自宅を使って光熱費も使って何も使ってしかも売り上げが上がらない、それは主に集客ができないっていうことがメインになるんですけれども、そして自分は外でサラリーマンとして必死に働いて帰ってきて何なんだそれみたいなことになることが大体喧嘩の原因になったりします。ものすごくリッチな旦那さんでもう奥さんがお金をふんだんに使おうがもう趣味の世界だから好きなように君やっていいよ自宅は好きなようにやっていいよっていう方であればそういうトライの仕方は大丈夫なんですけれども、通常は例えば共稼ぎでやっていた場合には最低それは儲けてくれよとかそういう話があったりすることが多いですよね。そうするとしっかりした事業計画っていうのも立てなくてはいけないのでお金の管理が得意でない方が多いのはすごくよく知っているんですけれども、家計費と違ってまだ見えないものに対してお金を作っていくっていう感覚から集客をして当然ですけどレッスンフィーを決めるっていうこれをやるのが開業の第一歩になっていきますので、実務面での準備メンタル面での準備この両方が整っていないとなかなか出だしスタートアップが厳しいなっていうのがいろんな方を見てきて感じるイメージです。私がこれを言えているのが会社員のお給料とほぼ同じお給料を稼ぎたいと思って辞めてすっぱり会社を辞めてスタートしています。8月に会社を辞めてウェブの勉強を9月から12月までして1月開業っていう形にしていてプレーオープンの体験会とかは週末にやってました。ウェブの学校を月曜日から金曜日に通っていまして土日に主に体験会をやっているっていうそういう形でやってたんですけれども、コースレッスンだけをベースに考えて教室を作りましたので1月でオープンということでコースレッスン6ヶ月分の入金が20何人とか入ってくるわけになりますので、でそれで100万超えをして1月とりあえず入ったので、あとはそれを継続しながら上乗せをしながらやっていくっていうことで最初にお金がボンって入ると少しやっぱり安心ですよね。もちろんやっていく責任っていうのはあるんですけれどもね。だから開業時に生徒が来ませんお金も稼げませんっていう状態を少しでも防ぐために今言った2つの軸は最低限考えていく、でその上で集客をどういうふうにやっていったらいいのかっていうのは集客のツールを覚えるっていうことになるので、そもそもの心構えがずれているとそれがうまくいかないっていう可能性になりますので、その点を、2つの観点から本日はお伝えしました。ご検討してみてください。それでは。